はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのしゅうです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、新年一発目の講座になるかと思うんですけども、前回の動画で僕の方が、新年初潜りっていうことで、千葉県の糸っていうところに潜りに行ったんですけど、いや、もうすごかったですね。サメからエイからいろんなものが出て、本当に楽しい初潜りだったんですけど、やっぱりもう水温はね、14度、15度ぐらいですので、ドライスーツを着て、潜っていきます。で、毎年ですね、僕は、ほとんど沖縄の海でドライスーツ着ることはないので、1年ぶりぐらいに毎回ドライスーツを着て向こうで潜るんですけど、なんか騙されてるんじゃないかなっていうぐらい水没して、ちょっとね、うちの兄がなんかちょっと水没するドライを用意してるんじゃないかと、ちょっと疑いをかかるほど毎回水没するんですけども、今回は、その、ドライスーツの水没対処法というようなお話をしていきたいと思います。お前がすんなっていう話もあるかもしれないんですけど、僕だからこそできる話があると思うので、ぜひですね、皆さん参考に、これからの冬のダイビング、ドライスーツでのダイビングで水没すると非常に辛いですので、参考にしてもらえると嬉しいです。はい、今日はそんなことで、講座の方を始めていきたいと思います。頑張りましょう。今日はですね、3つの項目でお話をしていきましょう。まず1つ目、水没の原因。から2つ目、水没対処方法。3つ目、水没してしまったら。今日はこんな3つのお話で進めていきたいと思います。早速ですけども、まず1つ目の水没の原因っていうところからお話をしていきましょう。ドライスーツっていうのは、着たことある人はわかると思うんですけども、中に服を着て、その上からスーツを着て、中に浸水しないような状態で海に潜るっていうような、保温性が高いスーツのことをドライスーツっていうんですけども、首元と手首のところがギュッと締められた状態で宇宙服みたいな形で、ファスナーがついていて、そのファスナーを締めると、密閉された状態になるような、そんなスーツがドライスーツっていうスーツなんですけども、そのスーツの中にやっぱりちょっとでも水が入ってしまえば中は洋服ですのでびちょびちょになって非常に寒い状態になっちゃうわけですよね。で、その水没する原因を一つ一つちょっと解明していきたいと思います。ドライスーツっていうのはいくつか種類があるんですけども、基本的にはその種類に関係なく水没する原因っていうものを大きく捉えたような講座にしていきたいと思いますので、いろんなドライスーツを着てる人もいると思うんですけども、その辺はちょっと参考になるところだけ拾ってもらって聞いていただければなと思います。まず最初、スーツのピンホールっていうところです。ドライスーツに、例えば、冬の海で潜っていて、前回のダイビングで、ガンガゼに当たってしまったとか、どっかに岩場に擦ってしまったとか、着るときに引っ張りすぎてしまったとか、どっかにドライスーツの穴が開いていたりとか、手首周り、それから首周りのとここを着るときに爪で引っ掛けて穴が開いてしまってる。そのスキン地になってるんですけど、そのスキンのところに亀裂が入ってしまったりとかね。そういったピンホールが開いているっていうのは、これ一つの原因になってきます。それから二つ目の原因、ファスナー。ね、ドライスーツのファスナーっていうのは自分自身で締められるタイプも最近は出ているんですけども、基本的にはバディに締めてもらうような形、背中についているような形がほとんどの方が使っているドライスーツだと思うんですけども、その方に締めてもらうときにやっぱり寒いですから、中のインナーを結構分厚めに着てる人たちもいたりします。それがファスナーに服が噛んでしまって、ファスナーをその噛んだまま締めてしまったりとか、あとは最後までグッと締め切らずに少し隙間ができてしまったりとかね、もっとひどいのはファスナーを開けっぱなしの状態で行ってしまったりとかね、そういうことがあると水没の原因になってきます。そして3つ目は手首の排気です。ドライスーツっていうのは中が完全な空間になりますので、エントリーした瞬間に空気がバッて一番圧力が弱いところに集まります。要はジャイアントストライドでエントリーすれば一番胸元に空気が集まってきます。で、胸元に空気が集まってきた時に手を上げれば手のところに空気が集まってきます。おのずと手首からバーッと排気が起こってきます。で、手首排気がついてるドライスーツっていうのもあったりするんですけども、単純に手首排気がついていない場合、 BC のホースを上げて排気をしている姿勢を取る、要は先行の姿勢を取るとおのずと手首が上に上がるので、ここに空気が上がってきます。ボコボコボコと手首から空気が出ていくっていう状態になっちゃうんですね。ですのでドライスーツを着てる時っていうのは、最初に肩口からドライスーツの空気を抜いてから BC のコントロールするっていう手順になるんですけども、そういった手首の排気から逆流して水没っていうことも原因の一つになります。そして、4つ目、首の動かし方。これ前回のね、動画で僕の方がうちの兄につつかれていましたけど、お前首の動かし方がおかしいんじゃないかと、首から水没してるぞっていうようなこと言われたんですけど、まあ、確かにね、僕なんか毎回ウェットスーツで潜っているので動きは激しいんですよね。バッて見るとか振り返るとか見上げるとかっていう、こういう動作を非常にしてしまうんですけど、この首の動かし方も水没の原因になってきます。そんなことが水没の原因になってくるんですけども、では2つ目いきましょう。水没対処方法っていうようなお話です。今の原因が
分かったとするならば、それをどうやって対処していけばいいのか、そんなようなお話をしていきましょう。まず一つ目、ピンホールの確認。ね、ドライスーツが穴が開いてるか開いてないかって結構確認しづらいと思うんですけども、まあ、手首周りとか首周りをゴムでギューッと縛って、空気を入れて、お風呂場につけたりとかね、できればいいんですけど、皆さんの手元にタンクがない限り、その状態っていうのは確認ができないと思うんですよね。ですので、実際に海に行った時に、ドライスーツを着た状態で、ホースをつないで、プシューッとまずは入れてみてください。入れてみた時に、空気が明らかにどっかから漏れているような音がしたりとか、どんどん空気が漏れているような状態があれば、どこかにピンホールっていう穴が開いているような状態です。その状態でエントリーすれば、必ずそこから冷たい水がちょろちょろ入ってきます。で、これに関しては、ジャバーって入ってくるわけじゃないので、案外我慢できちゃうんですけども、ワンダイブ30分から40分やっていると、小さなピンホールでも結構びちょびちょになって上がってくるような状態になってしまいますので、まずはね、ピンホールを確認するということをしてみるといいと思います。で、もし、現地に行って、どこだかわかんないんだけど、水が入ってくるんだよなっていうことがあったならば、手首周りと首周りをゴムなりで、例えばぐーっと縛って、密閉した状態で、現地のダイビングサービスにタンクを借りて、レギュレーターをつないで、プシューっと入れながら、膨らまして、水槽なんかにつけてみてください。自転車のタイヤのパンクを直したことがある人はわかると思うんですけど、その状態で、プクプクって泡が出るようなところを見つけると、ピンホールがあるっていうことですので、もしもピンホールが見つかった場合には、メーカーに出して、そのピンホールの修理をしないと、次から毎回水没しますので、その辺はね、確認してやってもらえると対処できるんじゃないかなと思います。そして二つ目、ファスナーの確認。ほとんどのインストラクターの方は必ず指導していると思うんですけども、ファスナーはバディに締めてもらった後に必ず自分で確認してください。バディの人、締める人は特に締めるときにただガーッと締めるんじゃなくて、洋服を内側に入れ込むような形にして締めていく。少しずつ締めていく。5センチずつぐらい締めていきます。ですので、ファスナーを締める側の人も、締めてもらった側の人も、最後にしっかりと確認をしてエントリーするっていうことを忘れずやっていけば、このファスナーからの水没っていうのは防げると思います。ただ時にファスナーが潮がみしていたりとか、これ以上締まらないみたいな形でなってしまっていると、そこからバディはしっかり締めたつもりで、自分も確認したつもりでも、そこに数ミリの間ができてしまった。そうするとそこから水没しちゃいます。数ミリ空いていればエントリーした瞬間にもうすぐジャバって入ってきますので、結構な水没になりますので、その辺の確認は行っていくといいと思います。で、ファスナーは管理とすると、全部乾かした後にろうそくのろうを塗っておくと非常に滑りが良くなりますので、そんなのもしてもらうといいんじゃないかなと思います。そして次、手首、首の動かし方ね。これも最初に僕がお話しした、今回僕が水没した原因、まあ、今回に言わず毎回もしかしたらそうなのかもしれないんですけども、まあ、手首の動かし方とすると、先ほどお話ししました、先行するときに BC の空気を抜くために手を上げてフィートファーストの体勢を取ります。フィートファーストの体勢を取ったときに、手首のところが一番水深が浅くなる状態になります。そうすると空気はどこに集まるかっていうと、手首に集まります。手首に集まった空気はこの締め切ったところからボコボコって外に逃げようとしますので、一瞬空気が全部出てピタッとなるんですけども、その時の逆流で多少の水没っていうのが起こってきます。ですので、まずは手首の動かし方からすると、あまり上に上げすぎないこと、それからもしも排気をするために上に上げなきゃいけないような状態の時は、最初に一回肩口を上げてドライの排気を行ってから手を上げたりするとだいぶ変わってくると思います。あとは物を握るとかっていう時に、まあわかると思うんですけど、男性なんかだと特に物を握る時にここにくぼみなんかができてきます。ですので、強いグリップで何かをするっていう行為をすると、そこから逆流する可能性っていうのも出てきます。まあ今で言えばね、ほとんど上からグローブをかぶせていて、寒い時なんかは寒いグローブはここにマジックテープがついて、さらに上からコンピューターを押したりしますので、比較的手首からの水没っていうのは少ないんですけれども、どちらかっていうとこの高い位置に手首が来た時に排気が行われて逆流をするっていうような状況ですね。先行ロープに捕まる時もそうです。浮上する時なんかもこういう時に、そういう時なんかを注意してもらうといいんじゃないかなと思います。それから首の動かし方、首に関しては基本的にはイメージとするとコルセットをしてるイメージですね。まあしたことない人もほとんどだと思うんですけど、よく交通事故とかでムチ打ちになっちゃったとかっていう人がこうコルセットすると思うんですけど、あれをしてるような状況で動かすことが一番いいというのを僕は実体験で感じました。今回1本目のダイビングで水没して、2本目のダイビングではしなかったんですけども、2本目僕が何を気をつけたかっていうと、僕は自分のバディをこう確認するときとか、こう振り向く行為っていうのは非常にやっぱり癖がついてるっていうのがあって、上を向いたり横を向いたりっていう、要は視野の広さを広げるための自分の首の動きっていうのが、ダイビングしているとある一定の僕のリズムっていうのがあるんですよね。こっち見てみたいな、そのリズムをウェットスーツと同じ感覚でやってしまっていたのが多分原因だと思うんですけど、どうしても振り向いたり上がったり横を向いたりっていう時に隙間ができてちょろちょろって入るんです。で、ちょろちょろ入ってきたなと思うと、ま
ちょろちょろだからいいかっていう思いでやるんですけど、それが30分間積み重なってくると割とびちょびちょになってくるっていうような形になるんですけど、ですので首の動きは非常に最小限にした方がいいです。ただしダイビングっていうのは非常にマスクの視界が狭いですので、ある程度首を動かしてここに振り向きたい時があると思うんですけど、意識をして首と体が一緒になって動くような動き方、それからグッと上げる時なんかも泳いでる姿勢で首を上げなきゃいけない時が出てきます。そんな時に少し首元を押さえながら一回上げてから離して、その姿勢をキープしていく。要は首の形を変える時に浸水を防ぐ行為を一回していくとだいぶ変わってきます。それがね、手首、首の動かし方っていうようなところになってきます。そんな形で水没対処ができてくるんじゃないかなと。じゃあ3つ目いきましょう。もしも水没してしまったらっていうようなお話をしていきます。実際僕も水没したこと何回も何回もあるんですけども、全没もあります。全没っていうのはどういう水没かっていうと、さっき言ったファスナー開けっぱなしで入るとか、ファスナーに5センチぐらい隙間があって入るとか、エントリーしてどっかにも大きなピンホールがあるとか、そういう時なんかに起こってくるんですけども、エントリーしてもうジャバジャバジャバって全部に入ってきちゃったような状態の時、こんな時はもう浮上するしかないです。ただし浮上しても寒さで浮上するというよりかは非常に重たくなります。ドライスーツの中が完全水没、要は陥没っていうんですけど、完全水没の時はフィンをかいても上がってこれないぐらい重たくなりますので、結構その時は危険ですので、しっかり BC コントロールしながら、寒さできついですけども一生懸命上がってください。で、上がってもうそれの場合ってエントリーしてすぐに大体起こりますので、そんなに深いところから起こるわけじゃないので、もし深いところで起こったとしてもゆっくりゆっくりロープを伝って浮上しながら船上に上がってください。ただボートダイビングの場合、ビーチダイビングの場合はそのまますぐ着替えたりシャワー浴びたりっていうことができるんですけども、ボートダイビングの場合は他の人が入っていたら他の人が上がってくるまでそこで待たなきゃいけませんので、非常に震える状態で待つようなことになりますので、その辺はね少し覚悟しながら浮上するしかないと思いますね。完全水没の場合は浮上という選択肢を選んでください。そして完全水没じゃない場合、ちょろちょろって入ってきた場合、そのままダイビングを続行していくと思うんですけども、上がってきてからが非常に冷えます。外気を当たりますので非常に冷えてきますので、まあいろんなサービスだとストーブが焚いてあったりお湯が張ってあったりとかつって、冬場のダイビングの時は伊豆はね非常にその施設にしっかりと充実させていますので、そういうところに浸かりながら一回ドライスーツを脱いで必ず全部着替えてください。ですのでドライスーツで潜り行く時っていうのは最低限の一セットの着替え、上から下までね、もちろん靴下からパンツから上ズボン、そういうジャージのものは全部着替えを一つ持ってくる。で最後に着替えるために2本潜る人は最後目の着替えも必要なので、要は3セットぐらい着替えが必要になるんで、その辺は準備しておくといいと思います。水没して着替えがないと本当にしんどくなりますので、その辺だけはね準備しておくといいんじゃないかなと思います。でもし1本目で水没してしまって休憩をして2本目に行きたい場合、着替えは乾かせば、自分の着替えに着替えれば乾きました。だけどドライスーツは濡れた状態になりますので、そのドライスーツをもう一回着て入るっていうのは結構きついです。ドライスーツその休憩の間に乾くことはないと思いますので、まあ多少首元から入ったっていうことであれば少し干しておいたり、ストーブがあるところに置いとけばある程度は乾くと思うんですけど、その辺はね濡れ具合によっては今度は違うドライスーツをレンタルして借りたりっていうような形で2本目対応しなきゃいけないこともあったりします。ただレンタルのドライスーツっていうのもね、自分の体に合ったものではないと思いますので、その時にまた水没しちゃう可能性もあったりします。ですので僕がこうずっと長いことドライスーツのダイビングをやってきて感じるのは、やっぱり自分のマイドライ測ったちゃんと採寸したドライスーツがあるとだいぶ楽なんじゃないかなと。首元なんかもね、今回もうちの甥っ子も一緒に潜ったんですけど、やっぱり少しサイズが合わないドライスーツ着てるのですごい首が苦しかったりしてね、こうやってずーっとやってたりしましたので、その辺なんかも少し自分のサイズに合ったものっていうのを検討していくといいんじゃないかなと。特に伊豆半島とかを中心に潜ってる人、もしくはまあ東北とかね、そっち方面を潜ってる人に関してはほとんどのダイビングはドライスーツになってくると思います。ウェットスーツで潜るのは本当に1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいになってきますので、ウェットスーツを選ぶ時の最初の基準っていうのはドライスーツになってくるのかなと思います。その辺は自分が担当してもらってるインストラクターとかダイビングショップさんに相談して考えてみてください。それから最後ドライスーツの感想ですね。ドライスーツはまあこれ最後帰ってきた後です。でも水没しちゃったドライスーツってなかなか乾かないです。特にブーツ、フットの部分ですね、フットの部分っていうのは裏返してもつま先のところまで裏返せないドライスーツがほとんどですので、何回かに分けて乾かさなきゃいけないです。初めは表側を乾して、次に裏側を乾して、今度はフット側を乾かすみたいなね、その辺もしっかり乾燥させないと今度非常に匂いが臭くなったり生臭い匂いしたりしますので、その辺もねやってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はドライスーツ水没対処法というのをお話をしてきました。まあ僕が実体験からやってきたお話になるんですけども、僕もねドライスーツのダイビング非常に長いことやってきましたので、皆さんがもしこういう悩みを持ってるとかっていう気持ちは分かりますので、ね、もし何かあればご質問とかいただければ、コメントとかでいただければ何か対応できることがあればと思います。はい、ということで今回新年一発目の熱烈先生のダイビング講座ということで、ドライスーツの水没
対処法ということをやってきたんですけども、まあまた2回目3回目とね、少しずつ講座の方もやっていきたいと思います。またダイバーズクリニックも関してももう少し頻度よくやっていけたらなと思ってますので、徐々にまたシーズンが始まるに向けて少しずつこの YouTube の方も発信していきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録して楽しみに見てください。参考にしていただければ嬉しいです。はい、ということで今回の熱烈先生のダイビング講座はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。また次回。